さあ、では今週の一冊です。はい、今回持ってきたのはこちらです。もうスティーブン・キング、はい、これはいい本ですよね。うん、書くことについて、スティーブン・キングってともかく文章がパワフルだよね、うん、正直言ってさ、モンタナ州の田舎の町のドラッグストアで集まってきた客と店員の会話みたいなのを書いて何ページも読める。なんでって思うよ、うん、本当に何この出力っていう、うん、そういうバカ出力がある人が、うん、その実際に書くっていうのはどういうことなのかっていうのを淡々と語っているエッセイなんです。面白そう。ちなみにあのスティーブン・キング道を歩いてる時にさ、後ろから過去に事故を10回も起こしてるようなおばあちゃんの、うん、めちゃくちゃな乱暴なドライバーからバーンって引かれて死にかけたんだよね、うん、で大怪我して、でそんなあのことも入ってるんでちょっと面白いと思います、面白いですよね。いわゆるなんか文章の書き方とかじゃないですよね。じゃないです。書くことについててね、このタイトルで結構そういうふうに、うん、あの小説教室みたいな思う人いるけど、自分がどうプロになったのか、自伝的な要素の方が強い。うん、でもそれがなかなかいいんだよね、うんうん、この人不思議だな、うん、まあでもスティーブン・キングに関してはみんな悪口すごい言うから、あアメリカでもその文学派の人はスティーブン・キングだったら電話帳を書き写してもベストセラーになるだろうみたいなこと言うんだよ。そんなこと言う人いるんだ、うん、でもそれってすごい褒め言葉にも取れる、まあ、逆にね、いやでも逆に言えば電話帳に載ってるようなことを書いてるよなこいつ、なるほど、知的レベルとしてはみたいな皮肉でもあるわけ、うん、なるほど面白い、うん、そういうことか、うん、でもこの本自体はとっても面白いんで、うん、特にあの僕たちのトラジって小説書いてみたいみたいな人もたくさんいるじゃないですか、うん、なので、読んでいない人はぜひ、ちょっといろんなヒントが入ってると思います、うんうん、なるほどな、はい、はい、ということで、はい、今回はスティーブ・キングの書くことについてでした、うん、ということでまた来週お目にお耳にかかれるのを楽しみにしています。おやすみなさい、はい、おやすみなさい。